どの任務にしようかな。駆け抜ける。温泉後の訓練はやはり気持ちがいいな。どれだけ汗をかいてもまた温泉で洗い流せるのもいい。もしかしたら温泉は最高の訓練場なのかもしれないぞ。ではもう一汗かくとするか。騒音の正体はお前だったか。確か野牛と呼ばれていたものだな。お前の規制はやかましくてかなわん。ヒバリが全然のつけないではないか。少し静かになってもらうぞ。これはこれは願ってもない展開だ。ちょうどいい。訓練の相手になってもらうぞ。訓練で済めばいいがな。望むところだ。マイシノ、いざグレンのごとくマイチレ。行くぞ。勝負はこれから。行くぞ。なかなかやるじゃないか。お前もな。おかげでいい汗がかけた。さあ一緒に温泉でもどうだ。遠慮しておこう。ヒバリは寝相が悪いので今頃はお腹を出して寝ているだろうからな。俺がお布団をかけてあげなくてはならないのだ。そうなのか。帰省は控えめに頼むぞ。さらばだ。そうだ、一つ言い忘れた。風呂ならとっくに閉まっているぞ。汗びっしょりで寝ることになると思うが、まあ自業自得だな。そんなバカな。よし決めた。お帰りなさい。行ってらっしゃい。
どの任務にするんだ。なんでもええけど。ん、人がいっぱい並んでるようやけど、なんやこれ、何の列。あと16人、楽しみだな。あれ、あんたは温泉に。あ、お前は美女の日陰じゃないか。そういうあんたは、あかん、名前忘れたわ。カツラギだよ、半蔵のカツラギだ。ほな、カツラギ、これ何の列なん。列って言ったらラーメンの列に決まってるだろ。あと16人で食えるんだよ。おお、一人また進んだ。あと15人。やっほー。なんで並んでまでラーメンを食べるのかわからん。並ばんでも適当に何でも食べればええやん。分かってねえな。とりあえずおっぱいもみもみしてやろうか。は？なんでおっぱいをもみもみするんや。冗談の通じないやつだな。まあ、あのね、ラーメンというのはロマンなんだよ。ロマン？そう、ロマン。丼一杯の中に夢がいっぱい詰まってるんだ。こってりの豚骨スープに固めの細麺、炙りチャーシューと半熟卵。あっ、もう考えただけでも頭がクラクラして鼻血が。なんかわからんがすごそうやな、ここのラーメンは。ん？前の方の列で横入りしてるやつらがいるぞ。あれは地元の不良どもか。許せねえな。あいつらがわしに任せとき。あんたは列に並んどきや。え？せっかく今まで並んでたんやろ。まあ、それはそうだけど。その代わり、後でここのラーメンをご馳走してや。よかった。じゃあ頼んだぜ、日陰。任務開始。仕留めたる。ヒーターっぽいな。捕まえてね。行きたいで、行くで。行きたい、仕留めたる。ヒーターっぽいな。どうや、仕留めたる。あっけないもんやな。日陰、お前強いな。どうしたん。あたいは強いやつを見ると戦いたくなるんだ。そうなん。あたいは強くなくちゃならない。強くなるためには強いやつと戦い続けなきゃいけないんだ。日陰、あたいは今ここでお前と。カツラギ、あんたの話はようわからん。今は戦う時はないやろ。戦う時じゃん。じゃあ今はラーメンを食べる時や。
ラーメンを食べる時やろ。そうだな、日陰、お前の言う通りだ。今はまずラーメンだな。そうや。お、ちょうど順番になった。影、思いっきり食べようぜ。あたいのおごりだからな。ほな、お言葉に甘えさせてもらうわ。決めたわ。おかえり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 なさい。どれにするんや。さーて、今日の安売りの目玉はツナ缶ですね。しかし4缶パックで50円とは、この商店街のスーパーは庶民の味方ですわ。ツナ缶といえば、缶を開けてそのまま醤油をかけて食べてよし、茹でた山盛りもやしの上に乗せてよし、まさにマグロ漁船の漁師さんたちの血と汗と涙の結晶なのです。すみません、前を失礼します。ちょっとお待ちあそばせ。何でしょう。それは最後の一パック、私が買おうとしていた最後の一パックですわ。え、返しなさい、今すぐ真の所有者に返しなさい。ごっそりいただいていくぜ。あれは地元の盗賊団ですね。あの、どうでしょう、そのツナ缶はあのお方たちをたくさん倒した方が買うというのは。いいでしょう、異論はありません。では参りましょうか。食べ物がかかった時に私は一味も二味も違いますわよ。任務開始。
このツナ缶は半々にする。それでいかがでしょう。いいのですか。私はクラスのみんなにツナのパスタを作ってあげようと思ってましたので、パスタでしたら2缶もあれば十分です。はい、2缶。ありがとうございます。では私はここで失礼します。何でしょうこの感じ。私あのお嬢様のこと、もっと昔から知っているような気が。そう、かなり昔にどこかで見たんです。でもどこだったかしら。決めましたわ。おかえり。おかえり。行ってらっしゃい。どの任務にいたしましょう。今日は楽しめるかしら。どう。犬たちだけじゃない、他の小部隊もみんなおかしくなっている。はるか様、これ何なの。私変なんだ。なんか血がざわざわして。未来、あんたもまさか。大丈夫、少し落ち着いてきたみたい。はるか様、一体何が起きてるの。私にはよくわからないわ。でもおそらく超秘伝忍法書が原因。ミラ、ここは撤収しましょう。超秘伝忍法書は奪ったことだし。でも小部隊のみんなは。あの子たちはもうダメ。置いていくしかないわ。もし私たちの邪魔をするようなら切る。切るって、みんな仲間なんだよ。私たちの目的は超秘伝忍法書のダッシュなのに、それを邪魔するのなら仲間でも切るしかないわ。みんなだって分かってくれるわ。そんな。さあ行くわよ。任務開始。商談。じっとしてなさい。激しい。じっとしてなさい。これはどう？じっとしてなさい。行くわよ。かわいいわ。じっとしてなさい。これはどう？ほら。じっとしてなさい。ほら。じっとしてなさい。これはどう？じっとしてなさい。進め。秘伝忍法。ほら。ほら。じっとしてなさい。そうや。ほら。秘伝忍法。これはどう？じっとしてなさい。そうや。ほら。
冗談。かわいいわね。じっとしてなさい。そう、これはどう？進め。もう終わりかしら。もらってね、もらってね、もらってね。ほう、秘伝忍法。これはどう？じっとしてなさい。これはどう？秘伝忍法。かわいいわね。じっとしてなさい。ほら。そうだ。ほら。じっとしてなさい。かわいいわね。じっとしてなさい。そうだ。ほら。じっとしてなさい。これはどこれはどじっとしてなさい。進め。もう終わりかしら。もらって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 ひでん忍法。これはどうじっとしてなさい。そうもう終わりかしら。はい。秘伝忍法。かわいいわね。じっとしてなさい。そう、これはどう？かわいいわね。じっとしてなさい。冗談。秘伝忍法。進め。秘伝忍法。ほら、じっとしてなさい。やっ、かわいいわね。じっとしてなさい。これ、やっ、これはどう？じっとしてなさい。やっ、ほら、じっとしてなさい。これはどう？じっとしてなさい。進め。もらって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 ひでん忍法。冗談。
これはどう？じっとしてなさい。ほーら。進め。秘伝忍法。受けてる場合じゃないわよ。早く蛇女に戻らないと。未来、蛇女までは別々に行動するわよ。その方が追ってから逃げやすいから。追ってってまさか。そのまさかだと思うわ。あの温泉で会った半蔵の5人、きっと彼女たちが追ってくる。決めたわよ。おかえり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 なさいませ。